ブランコはフランスの画家ジャン・オノレ・フラゴナールにより1767年に描かれた絵画である。ブランコの絶好のチャンスとも、本作は1865年にロンドンにあるウォレス・コレクションに収められ、以降、同美術館に所蔵されている。本作はサンジュリアン男爵からの依頼を受けて制作された。本作は発表された後に評判を呼び、 版画に印刷されて出回ったほどであった。レースをふんだんに使用して作られたピンク色のシルクのドレスを身にまとった一人の若い婦人が、日差しが穏やかに降り注いでいる緑豊かな庭園の中で、太い木の枝にロープをくくりつけて作ったブランコに乗って遊んでいる様子が描かれている。婦人はブランコの揺れの勢いを使って、ピンク色の小さいミュールを前方に放り出している。 画面の左端下方で、茂みの中で地面に右肘をついて横たわり、婦人を見上げている男性は、貴族であり、婦人の愛人でもある。この男性のモデルは、依頼主の男爵であるとされる。画面左端に見えるキューピットの彫像は、立てた人差し指を口に当てるポーズをとっている。画面の右端下方には、ロープで引いて、ブランコを揺らしている初老の男性の姿が描かれている。 その男性の傍らに描かれたキューピッドの彫像は戸惑うような表情を浮かべている。初老の男性の手前には犬が描かれている。依頼ではブランコを揺らしている人物は死教であるという設定であったとされるが、フラゴナールはその人物を夫人の夫に変更して描いた。本作は映画《塔の上のラップンツェル》のビジュアルイメージを作る際にベースとされた。 また、映画、アナと雪の女王の中で、主人公のアナがブランコを漕ぐ場面は、本作がベースになっている。ありがとうございます。